はい、わかりますね。ツレです。ツレ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 、天心ツレツレ、世界ランキング7位ツレ、気持ちいいっしょツレ。今日ね、天心大阪遊びに行きます。大阪電車遊びに来た時、毎回コルミベイビー来ます。で、今日も遊ぶってやって、ナスイドクオープンしてるんで、天心行きたいって言ってくれたんで、もうそうやって店破壊してくれって。ちょうどいいガラスあるんで、それも粉々にしてもらいます。先にMIと合流して、その後ちょ天心を店に呼び出す感じでやっていきたいと思います。ということで、こちらの動画見ていただければ、こっちの幸い決まりないぞってくれて、出ていきましょう。レッツ、ふんころがしのふんにたかるハエ、お前やぞ。お邪魔しますね、メイ君。ようこそ、ウェルカム。今日はね、ちょっとね、はい、閉店させてもらってます。店閉めました。見てください、お客さんの。これ、なんでかって言ったら、うん、今回、俺の連れ、てんちゃん来ました。お前は強ない。強い。俺強い。いつも店主の名前出して言うからさ。たまたま大阪で。いや、それがトレーニングしてるということで。いや、ありがとうございます。お買いに行くわって言ってくれて。あ、ガチっすか。はい。買いに来てくれると。はい。一回拳交えてますから。試合やってやな、一緒に。誰とやってるっけ、今まで。今まで。あ、それ、俺の過去の戦績、まあ、天心、で、ミクルさん、本当俺の連れのその亮太 K1 のチャンピオンやから。え、でも、浩二さんともやってたよ。いや、それ入れてよ。それ入れてないよ。入れへん。そう、戦歴1には入れへん。隠してるから俺。次会う時大丈夫。大阪同士だけど。大阪同士だけど。そうです。お前がそういうのを言い出してから、浩二さんと俺一回会ったことある。どうやった?ガラー怒ってるやん。あ、どうですって車でバーンって。まあ、引かれへんかったのが、もう不幸中の幸いで。はい、今日天心来るということで。いや、天心嬉しい。ちょっと待っていきましょうか。はい、はい、ポップアップで一番大人気やったこのジャージセットアップ、オンラインで今日から発売開始。もうこれ1個買ったらもうファッション完成するから。確かに。もうみんなこれ着てほしい。このもうラインとかもほんまに可愛いな。可愛いセットアップでもうめっちゃマジで可愛いです。ほんでここのラインとか見てほしいね。こういうラインとかにもこだわってんねん。しっかりこういうのがあるから可愛く見えんねん。ジャージのセットアップ、もちろん胸のとこは刺繍ですよ。これを刺繍でしっかり刻み込んで、ナスよ、もう逃げれません。はい、しかもこの生地オールシーズン着れるから、秋降る夏履き全部いけます。全オールシーズンいけるってことやから、この全セットアップ1個あればね。確かに生地がもう綺麗そうですもんね、うん、だからもうみんなこれもうマジで手に入れてほしい。これ気になる方はコメント欄、概要欄に購入先のリンク貼ってるからゲットしてくれ、はい。天心え、これすごい、かわいいな、ほんまに、現代は。かわいいよ。服も。おい!ほんまにお前。日本の中からしまくて。これもかわいいね。そう、ラグマットもあって、で、グラフィティもあって。ちょ、お前何足拭いてる?何足拭いてる?足拭くなよ、グラフィティ。違う、ちょっとそういう。おい、お前そこで商品でスケボーすなよ!それとかすごない?すごい。壁からブリンブリンみたいな。つながってる。で、横スピーカードンみたいな。全部つながってます。つながってるんだ。そう。ええ、あ、Tシャツもめっちゃあるじゃん。そうそう、Tシャツもパーカー。ちょっと見ていってよ。スリーパー。え、メイク、天心にちょっと接客してみてよ。え、それ買っていいの?あ、普通に買っていい、買っていい。買っていい。お金、予算無限ってことでよろしいですか。予算は、まあ前回のその3ラウンド分のファイトマネーを持ってきてくれてます。ありがとうございます。ライブあるよ。ライブあるよ。勝ちましたよ。あ、そうや。天心2戦目 KO。プレゼントあるんですよ、ガチで。3戦目な。はい。だいぶ遅れてるけど。うん。あと、俺、こいつ、俺、前試合天心応援して行ってるんですけど、こいつ誘っても毎回来ないっす。ちょ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 、誘わってくれたら行くけど。お前でも誘われてる。お前結構なメンツ、こいつ交えてんやん。いや、そう。誰やった?まず天心やろ。で、ミクルさんやろ。ほんで、まあ、K1 の友達の、中野亮太やろ。あと3人も交えてるから。あ、3人交えてるの?みんな一応ちゃんと。うん、コウジさんも俺。あ、それ素人やからさ。
だね。天使やばいね。受けよ天使ゲス受けよ。お前戦ったって踏んだのがお前やからな。踏んだ人が悪いからな。待てお前ら悪い。お前やばい。ちょお前ら悪い。良くないよ。こうちゃんすいませんでした。ほんまにすいません。お前こうじさんの生息地この辺やからすいません、本当にすいません。地元だからね。そんなこと全く思ってないです。やられるよ。一番強かったです、僕は。本当に。一番大人やったな。一番ちゃんと加減してる。加減しないと変なやつはちょっと発表して。ミクル。ほんまに怖さを与えてくる人おる、格闘家で。まあどうさ、別にもうさ、この時最初挨拶から怖かった。怖い、ネガヤンキーだから、あの人。いや、ネガそうやん、そこやん。ネガヤンキーだから、ヤンキーは一緒やねん。ネガ僕ヤンキーやから、行ったのかなと思ったよ。ガネディってなったんやけど。そしたら食べたかった。人間のメジャーだったから。俺マジで、ただスルーが行ったのかな。で、やばかった。マジでやばかった。わーってめっちゃパンチして、で、3ラウンド目終わって、よし、次っつったら相手が足手っつって、試合が。顔面パンチとかじゃなくて。どれぐらい圧倒してたよ。隣の人とかも、まあこれはちょっともうやっても意味ないみたいな感じ。おプロがそう言ってます。そのレベルやった結構ね。マジでプレゼントもそこそこ何買ったから。よかったよかった。危ない危ない。でもここ本当にね、可愛いやろ。このリアル見てどれって思う。なんかリアル感出てる、すごい。うん、はい、来たよ。マジでおめでとうございます。おどうぞどうぞ。あ、吉川つかんねや。俺のお父さんや。マジありがとう。よかった。いえー、よいしょ。これせっかく来たということで、はい、続けんな。マジいくぞお前。同じの気持ちじゃん。同じの塊じゃん。父の気持ち、父の母の気持ち。やるね。もう来たし。そうなるじゃん。これが犬なんですよ。せっかくやるんでしてください。せっかくしてよ。なんかちょっとあえて崩したいなと思って。ズボンがこれしかないから、まずこれをね。あ、それで天使オンラインで買ってくれてます。はい、買ってくれてるの。クラス持ってます、天使。持ってる。離れてもワンビッグファミリー。でも天使俺ね、こっちで。でもこれ珍しくない？そう。この形はちょっとね、パーカーとジャケット。ジャケットをちょっと。あ、天使。これもあり。いいね。着替えてきてもらっていいですか？はい、ちょっといいですよ。中で、ちょっと中で。中で来て、そのどんな感じかっていうのだけちょっと見たい。多分黒いから黒黒は似合うと思います。黒黒は似合うでしょうね結構。上羽織るだけ黒黒に。ちょっと待って、混ぜると。あ、ごめんね。あ、じゃあ俺も見ていい。あ、結構いい感じっすね。めちゃめちゃいいっすね。あ、いい感じ、いい感じ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、めっちゃいい感じ。めちゃめちゃいい。あ、動きやすい。あ、うわーえってもうほんま動きやすいな。動きやすい。あ、めっちゃいい感じ。いい感じやん。病気か。どうしたんですか。もういいってマジで。どうしたん。ちょっともう見せやん。早いね、潰れ。見えへん。ちょーめ。見えへん。ちょっとおい、どう？いい感じ？え、ガラス割れてんじゃん。ああ、お前割ったやん。ガラス割れてんじゃん。おい、ガラス割れてんか。ガラス割れてんじゃん。おい、これガラス割れてんか。ガラス割れてんか。ちょ、お前らやりすぎやろ。ちょ、ほんまにお前らやりすぎやって。静かにしろって。ちょ、もう頭悪い。おもうナスティよ。何やと。ちょ、お前便乗すんなって。何にやねん。何に俺が便乗したの。ええ、便乗してるからな。便乗してるよ。ちょ、何に。そんなさ、なんかこう、何負けた後の感じ出すなよ。そう、被害者ずらすんなよ。いや、やったーね。そんなとこ見せた。被害者ちゃう。これ被害者じゃない。被害者ずらすんな。何なんだこれ。これ被害者ずらすんなって。じゃあ一部でもらって許してくれます。無理やろ。一部でもらって、じゃあ許してくれます。うん、はい、一部で、ね、はい、いきます。よーい、スタート。四足歩行。これさ、見て、もうよーく見て、このガラス、はい、割れてるみたいになってるやん。うん、だから割ったからな。マジックミラーだよ、これ、うん、マジックミラーじゃん、割れてんねん。完璧に割れてんねん、見たら割れてる、散らばってる、うん、どう意見が割れてるっすね。確かに。俺だよね。
ディベートしない、ディベート、じゃあディベート対決スタート。割れてないっすね。割れてるよ、全然割れてない。それはディベートになれねえよ、そんな話をする。割れてる、全然話せない。鏡目の前で人がいたんだもん。人がいたからあーってやって、鏡初めて見た、戦い始まった。鏡初めて見た、お前は。俺は違うじゃん。これは違う、これは違う、これは違う、これは違う。まあまあまあ、会計しましょう。お会計、レジさんが、まあ、アートみたいなもんじゃん。ちょっと待って待って、アートや、概念だ、これは。よしよし、3ラウンド分も次だよ。240万。ええ、現金一括240。なんで3ラウンド分のファイトがね、当たり前。奥っすよ、こいつ。違う違う、だから奥あるんやったら240ぐらい払えるやろって話。いや、奥あって240きついっしょ。いいかげんこそ、おい、お前の力やめろって。これガチ、ちょちょちょ、お前もう拳を傷つけんなって、お前ら。俺も入ってる。俺も入ってる。俺も、もう傷つけんな。これは2、どっちの2、2やろ、鏡ないやろ。まあ、1、1、1の。ちょちょちょ、マジでマジでマジで。ちょい、こんなクソの嫌い。どうしたんすか、こいつの気持ち考えない。エマイ君あれやん、いっぱいいろんなとこ、こうやってドッキリ仕掛けに来た時に、エマイ君は、いや、いい宣伝だったわって裏で言ってたやん。言ってるか、言ってほしい。おい、そういう、めっちゃ喜んでる。おい、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 俺だって、おい、俺予言しよう。おい、このガラス、この鏡飾るで、こいつ。その、天使が潰しましたっていう鏡として飾ります、こいつ。直さない系だ。あー、なるほど、ね、ちょっと喜んでんもん。そういうこと、そっちの方が価値あるって。あー、いや、飾るか飾らんかだけ教えてもらっていいですか。じゃあ、どっちですか。飾ります。ありがとうございます。レジありがとう。まあありがとうか、まあガラス、まあ他のも買ってくれてるからありがとう。それはありがとう。いい、いい、それでチャラ。だけど、来てくれたことが嬉しいよ。今、こいつは来てくれたことが嬉しいわとか言ってるやん。見て。ちゃんとサイン書いてます。それそうやん。サイン書いて。それそうやん。サイン書いてってペン持ってきました。じゃあ何と思って、こんなんやられて、やられるだけで無理じゃん。過去にいっぱいやられてんの。なんで、これ、天心の。キックの一撃、うん、見たい人はねぜひ見てください。天心がキックで渡ったんですよ。もう俺キック封印してるから。確かに見れる。天心のキック、あ、確かにキックをやったから、すごい、最後やから、最後のラストキック、収めキック、うん、収めキック、ありがとうございます。これお私、うん、外にめちゃくちゃあげるん、おい、いらんもんな、これ。いやいや、いらんとかじゃないから。そういうのやめて。そういうのやめて。俺はいつでも買えるから。うん。その買えない。うわ、渋いよ。子たちにも。行こう行こう、あげよう、あげよう。よしよしよし。子供おる？小さい子供、中おったんじゃん。おらん？天心天心、子供おる、子供小さい子。いいじゃん。俺が買ったやつあげるわ。おお、優しい。ちゃんと切ろよ。ちゃんと切ろよ。ちゃんと切ろよ。今日誕生日なんです。マジ？こっちこっち。マジ？首絞めていい？おい。首絞めてもいい。首絞めていいね。行こうか。誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。うわ、優しい。